ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今個人的に気になっている預言者っている？そうだな、日本の教科書に載っている。日本の歴史上の人物の一人が気になっているぜ。そうなんだ、日本にもそんな預言者っているんだね。そうだぜ、今回紹介する預言者も、私たちが知っているあの日本で起きた歴史的事件などの預言を的中させた人なんだ。他にも様々なことを預言し、幻の預言書を作った預言者でもあるんだぜ。その人の預言が悲惨なものでないといいわね。その人は陰謀論に関連する内容にも関わっているんだぜ。そうなの？気になるわね。よし、それじゃあ今日は、伝説の預言書、日本未来記と世界とのつながりとは、について詳しく解説していこう。わかったわ、よろしくね。ゆっくりしていってね。今日はフリーメイソンについてだ。聞いたことあるか？ジョージ・ワシントン、坂本龍馬、フランクリン・ルーズベルト、鳩山ファミリー、そしてモーツァルトも関わってた組織だ。歴史を作った偉人たちは、みんなこのフリーメイソンに、何かしら関わってたんだぜ。そんなすごい人たちが？でも、どうしてそんな秘密なんだろう？フリーメイソンは秘密結社だからな。情報が漏れたら大変なことになるかもしれない。最悪の場合、秘密を暴露した人間が消されるって話もあるんだ。特にイルミナティが絡むと、もっとヤバいことになるって噂だぜ。それって怖いね。でも、誰かその秘密を暴露しちゃった人がいるの？実は、いるかもしれない。それがモーツァルトだ。マテキってオペラを知ってるか？彼が作った作品だけど、そこに、フリーメイソンやイルミナティの秘密が隠されてるって言われてるんだぜ。マテキ？知ってるけど、あれが秘密結社と関係してるの？どういうこと？1971年にモーツァルトが劇場経営者のシカネーダーに依頼されて作ったんだけど、その内容が妙なんだよ。オペラの展開がちぐはぐで、観客も評価が割れてしまったんだ。良かったって人もいれば、全然意味がわからないって人もいたんだぜ。なんだか不思議な話だね。でも、モーツァルトは、何かコメントしてなかったの？いや、それがモーツァルトは、魔笛について特に何も言ってないんだ。それがまた怪しいんだよな。もしかすると、秘密を暴露しちゃったから、何も言えなかったのかもしれないんだぜ。本当にそんなことがあったの？あくまで都市伝説だが、中山一郎さんの本でも語られてるんだ。魔笛の中には、フリーメイソンやイルミナティに関連するシンボルやメッセージが隠されてるって言うんだぜ。それって日本の皇太子の話とも関係してるの？なんだかますます謎が深まるね。そうなんだよ。その日本の皇太子に関する秘密まで含まれてるっていう話もあるんだぜ。魔笛の物語自体はエジプトっぽい異国が舞台で、夜の女王の娘パミーナが悪者ザラストロに捕まって、王子タミーノが彼女を助けに行く話なんだ。でも、ザラストロが実は悪者じゃなかったんだよね？そう、途中でザラストロが賢者だってわかるんだ。タミーノは、ザラストロの元で火の試練や水の試練を受けるんだぜ。最終的にタミーノとパミーナは、試練を乗り越えて愛を誓い、夜の女王は地獄に落ちる。みんなでイシスとオシリスを称えて物語は終わるんだ。なんだか複雑だけど、それがフリーメイソンの秘密と関係してるなんて面白い話だね。そうだろ？フリーメイソンの儀式と魔笛の試練が似てるんだ。モーツァルトが本当に何かを暴露したのか偶然なのかはわからないけど、こういう話にロマンがあるんだぜ。マリサ、モーツァルトの魔笛ってただのオペラじゃないの？それがなんでヤバいって言われてるの？なんか秘密があるって聞いたことあるんだけど、本当なの？いい質問だな霊夢。魔笛自体は確かにオペラだけど、実はこれ、ただの作品じゃないんだぜ。モーツァルトが魔笛を公開してから、なんと2ヶ月後に急死しているんだ。しかもその死には謎が多くて、いろんな陰謀論や都市伝説が絡んでるんだぜ。2ヶ月後に死んじゃったの？偶然じゃないのかな？まあ、そう考えるのも普通だが、実はモーツァルトは、亡くなる前に妻に、毒を盛られているって話してたんだぜ。彼の死因は急性俗有熱病っていう病気だったけど、本当は何か別の原因があったんじゃないかと疑われているんだ。毒って？じゃあなんでそんなに急いで埋葬したの？そこが問題なんだ。彼が亡くなったのは1791年12月5日の深夜で、翌日の午後には聖シュテファン大聖堂に埋葬されている。当時のルールでは、亡くなってから48時間は経たないと埋葬できなかったはずなのに、めちゃくちゃ急いで埋葬されてるんだぜ。そんなに急いだら、何か隠してるんじゃないかって疑いたくなるよね。その通りだぜ。しかも、葬式に妻や子供たちは参加していなかった。
代わりに妻の姉妹たちとその夫が参列していたらしいんだ。この点も不自然だろ。なんか家族がいないのに親族だけってちょっと変だよね。そうだぜ。さらに、妻が次の日に墓場へ行こうとしたら、その墓の担当者がいなくなってて、墓の場所すらわからなかったって話もあるんだ。え、それってどういうこと？本当に怪しい話ばかりだね。だからこそ、モーツァルトの死には何か裏があるんじゃないかと考えられてるんだ。実は魔笛の話を持ち込んだのは、劇場支配人のシカネーダーじゃなく、フリーメイソンの真の団結ロッジのリーダーだった。イグナーツ・リッターウント・フォン・ボルンだと言われているんだぜ。フリーメイソン、それって秘密結社だよね？そのボルンってどんな人なの？ボルンはフリーメイソンのリーダーであり、イルミナティのメンバーでもあったんだ。それだけじゃなくて、ウィーンの王立図書館で顧問もしていて、普通の人が見れないような歴史書物や文献にアクセスできた人物だったんだぜ。それじゃ、モーツァルトとも深く関わってたんだね。じゃあ、魔笛にもその影響があるってこと？そうだぜ。モーツァルトはボルンと深い交流があって、魔笛にはフリーメイソンやイルミナティの儀式や思想が反映されているって言われてるんだ。そしてボルンは、モーツァルトにこの物語を作らせたと言われてるんだぜ。でも、それってただの都市伝説じゃないの？実はそうとも言い切れないんだぜ。フリーメイソンのメンバーも、この魔笛に彼らの儀式が盛り込まれていることを認めているんだ。それに、モーツァルトとボルンは亡くなる前、フリーメイソンから距離を置いていたって話もあるんだ。距離を置いてたってことは、何か知っちゃったのかな？その可能性があるな。フリーメイソンやイルミナティの秘密計画に関与してしまったから、命を狙われたんじゃないかって噂もあるんだぜ。え、それってもしかして、殺されたってこと？そうかもしれないんだぜ。ボルンは魔笛が完成する前に亡くなってるし、モーツァルトも死ぬ前に毒を盛られているって言ってた。しかも、モーツァルトの死を検証した医師は、ボルンを検証した同じ医師、クロセットだったんだぜ。マリサ、魔笛ってただのオペラじゃなくて、実はフリーメイソンに関係してるって本当なの？ああ、そうだぜ。魔笛はただのファンタジーオペラに見えるけど、実はフリーメイソンの儀式が隠されてるんだよ。タミーノが娘を助けるために試練を受けるんだけど、その試練がまさにフリーメイソンの通過儀礼を反映してるんだぜ。でもなんでそんな秘密の儀式がオペラに盛り込まれてるの？フリーメイソンって、あの秘密結社のことだよね？どう関係してるの？それがポイントなんだ。フリーメイソンの中で上の位に行くためには、こういった試練を通過しなきゃならない。その儀式の内容が魔笛に反映されてるんだ。タミーノが通る試練は、フリーメイソンの儀式そのものなんだぜ。普通の観客にはわからないけど、フリーメイソンのメンバーには特別なメッセージが見えるってわけだな。だから、タミーノの成長の過程がフリーメイソンの通過儀礼を象徴してるってわけだな。じゃあ、オシリスとイシスっていう神様の名前も意味があるの？ああ、それも都市伝説だけど、オシリスとイシスはフリーメイソンが崇拝してる神だと言われてるんだ。だから、フリーメイソンの上層部が見れば、その名前にも深い意味があるって話だぜ。なるほどね。でも、モーツァルトってイルミナティにも関わってたって話、どうなの？それも事実だぜ。魔笛にはイルミナティの思想も入ってるんだ。モーツァルトが作ったオペラには、イルミナティのリーダー、アダム・バウスハンブの影響が強く反映されているんだぜ。フリーメイソンとイルミナティってどう違うの？イルミナティはフリーメイソンの一部から生まれた集団だ。フリーメイソンの内部で瞑想していた思想に、イルミナティが新しい方向性を与えて、国家や宗教を破壊して平等を目指す運動を広めていったんだぜ。そんな大きな影響を与えたのか、フランス革命にも関わってたって本当？そうだ、イルミナティはフランス革命にも影響を与えたと言われてる。彼らは国家や宗教を破壊して、新しい秩序を作ろうとしていたんだ。その新しい秩序ってニューワールドオーダーってやつ？その通りだ。ニューワールドオーダーは世界を一つの体制に統一するって考え方だぜ。イルミナティはそのために教育を使って、人々を支配者に奉仕する存在に変えていこうとしたんだ。自由とか民主主義って、実は幻想だってこと？そういうことだ。イルミナティは自由を歌いながら、実際には人々をコントロールしようとしてたんだ。じゃあ、パパゲイノが背負ってる鳥かごって、何か意味があるの？ああ、パパゲイノは自分の生活に満足して、自由を求めることを知らないキャラクターだ。彼の鳥かごは、閉じ込められている状態を象徴してるんだよ。マリサ、魔笛ってオペラ、どんな話か知ってる？フリーメイソンと関係があるって聞いたんだけど。ああ、魔笛な。確かにあれにはフリーメイソンの要素が詰まってるんだぜ。
物語の中心にいるのはタミーノっていう王子で、彼がいろんな試練を乗り越えて成長するんだ。でも、面白いのはパパゲイノってキャラクターだな。パパゲイノ？どんなキャラクターなの？彼はね、タミーノとは対照的なんだ。タミーノが崇高な目的を持ってるのに対して、パパゲイノはただ普通に幸せになりたいってだけの男だぜ。途中で試練を諦めちゃうんだが、それでも最終的には恋人と結ばれて、子供もできて幸せな家庭を築くんだよ。普通の人の幸せってことか、なんだか親近感湧くね。そうそう、パパゲイノは普通の労働者の幸せを象徴しているんだ。学校に通って、仕事をして、結婚して子供を育てて、普通に暮らしていく。それが今の社会で一般的に幸せって言われてる形だろ。確かに、そういうのもいいよね。でもタミーノはもっと特別な存在なんでしょ？ああ、タミーノは覚醒した人間なんだ。彼は普通の幸せじゃ満足しないで、もっと高い理想を追い求める。人間の成長や精神の向上を象徴してるんだぜ。この対比が、作品全体の大きなテーマになってるんだよ。面白いね。それで、どうしてフリーメイソンが関わってるの？そこがポイントなんだよ。魔笛は、フリーメイソンの通過儀礼や教えを反映してるんだ。モーツァルト自身がフリーメイソンの一員だったから、彼の思想が作品に反映されてるんだぜ。フリーメイソンって謎が多いよね。それってどういうことなの？フリーメイソンの教えってのは、精神的な成長とか自己啓発みたいなものなんだ。その儀式をタミーノが乗り越えることで人間としての成長が描かれてるんだぜ。ふむふむ、じゃあタミーノが試練を乗り越えるのは、その儀式の一部なんだね。その通りだぜ。それでさらに面白いのが、タミーノが実は日本人なんじゃないかっていう都市伝説だ。日本人？どういうこと？魔笛の中で、タミーノが日本の鍵を着ているっていう記述があるんだ。それで、この鍵が日本を象徴してるんじゃないかとか、タミーノのモデルが実は天皇や聖徳太子なんじゃないかっていう話があるんだよ。天皇や聖徳太子がモデルって、本当に？まあ、都市伝説の域を出ない話だが、聖徳太子は預言者としても有名だからな。その預言が魔笛に影響を与えたんじゃないかとも言われてるんだぜ。その預言って、どんな内容なの？例えば、黒竜が来るため都は東に移されるって予言があるんだ。これは、黒船来航を示してるんじゃないかって言われてるんだぜ。さらに、クハンダが来るため、東の都は分裂するっていう予言もある。このクハンダってのは邪気のような存在で、戦争や災害を暗示してるんだ。それって怖い予言だね。そうだな。でも、これが都市伝説として面白いところなんだよ。日本未来記っていう書物に、聖徳太子の予言が記されているって言われてるんだが、その書物は誰も実際に見たことがないんだ。見たことがないのに、そんなに有名なの？ああ、鎌倉時代の文献や太平記にその書物のことが記されているけど、現存しているかは不明なんだ。でも、その書物がフリーメイソンに影響を与えたんじゃないかって言われてるんだぜ。なるほど、都市伝説ってそういうところが興味深いよね。そうだろ？この魔笛もそうだけど、歴史や予言、そしてフリーメイソンが絡んでくると、話がどんどん深くなるんだよ。最近さ、日本の天気、本当に変じゃない？なんか雷とか台風とか、いつもよりずっとひどくなってる気がするんだけど。確かにそうだな、霊夢、東京なんて雷が頻繁になってて、まるで夏の終わりみたいだぜ。これ、ただの気のせいとかじゃなくて、ここ10年くらいで一番雷を見かけてる気がするんだ。うん、本当にそうだよね。これって何かの陰謀じゃないの？だってさ、台風に雷、そして巨大地震の注意報まで出てるなんて、まるで映画みたい。しかも旧 Twitter の X では南海トラフが何度もトレンドになってるし。お前も気づいてたか、実は日本だけじゃなくて、海外でも奇妙な現象が起こってるんだぜ。ザ・ブラック・アノマリーっていう異常気象が話題になっててな、これが結構不気味なんだ。そのザ・ブラック・アノマリーって何？名前からして不気味だね。それってどんな現象なの？最初に観測されたのは2024年の4月9日なんだ。ベンツスキーっていう、世界中の天気をリアルタイムで表示するサイトがあってな。そこで南太平洋の南アフリカの近くに、巨大な津波が観測されたんだぜ。津波？南太平洋で？しかも、どれくらいの大きさだったの？25メートル級だ。ビルの6階くらいの高さだぜ。それが観測された場所には、重要な航路があって、普通なら船舶が通っているはずだから、誰かが気づくはずなんだ。でも、その日は何の報告もなかったんだぜ。そんなのあり得るの？
それって絶対バグじゃないの？まあ、普通に考えたらバグだろうな。実際ベンツスキーの公式発表では、このデータはバグによるものって説明されているからな。でも、それが不思議なのは、この現象が4月だけじゃなくて、2月22日や3月27日にも同じ場所で観測されていたってことなんだ。え、そんなに何度も？それじゃあ本当に何かがおかしいんじゃない？ネットの人たちはどう反応してるの？もちろんネット民は黙ってないぜ。彼らはすぐに Google Earth でそのエリアを調べてみたんだ。そしたら、南太平洋にブーベ島っていう島があってな。これは世界で最も孤立した島と呼ばれているんだぜ。そんな島があるんだ。でも、それが異常気象とどう関係あるの？そこが面白いところだぜ。普通なら無人島だし、ノルウェー領なんだが、Google Earth では人類省っていう謎の組織がその島に拠点を構えているって出てくるんだ。その上、その組織のホームページはなんだか暗号みたいな感じで、怪しさ満点なんだぜ。なんだか、都市伝説みたいだね。でも、それってただのネタじゃないの？そう思うだろ？でも、その島の近くでは過去にウェラ事件っていう謎の事件も起きてるんだ。これはアメリカの核実験監視衛星ウェラホテルが、二重の閃光を探知したっていう事件でな。二重の閃光は核兵器の爆発を示しているんだ。え、それって核実験だったの？いや、調査の結果、空気中に核の副産物は見つからなかったから、誤報とされているんだ。でも、その調査の一部は国家機密に指定されていて、詳細は公開されてないんだぜ。そうなんだ。じゃあ、異常気象とか津波とか、結局何が原因なの？ただのバグだったの？普通に考えたら、バグって結論だろうな。でも、夢のある話をするとだな。もしかしたらどこかで巨大な実験が行われていて、それがたまたま観測されたのかもしれないっていう考え方もあるぜ。そんなことが本当にあるの？まあ、核実験やその他の大規模な実験は今でも世界中で行われているからな。何が起こってもおかしくないってことだぜ。うん、そういう話ってやっぱりロマンがあるよね。ネットのミステリーって本当に面白いわ。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。